でしょうか。それでは竹林さん、よろしくお願いします。じゃあこちら、トカチのですね、トカチ帯広、枝豆サラダ麺です。こちらトカチさんのですね、小麦、枝豆をふんだんに使いました、女性に、人気のヘルシーなメニューです。ぜひご賞味いただきたいと思います。はい、彩りがね、本当に綺麗ですね。それでは吉田さん、九州は、はい、こちらは長崎から、とっておきトマトの太麺サラうどんです。シアンルージュというトマトの品種を使ったスープが絶品です。松屋のオリジナルメニューですので、この会場で1週間のみ食べられます。どうぞご賞味ください。はい、ありがとうございます。ということで、トマトの勝負となりましたが、早速私リポートいたします。さて、まず北海道からいただきましょうか。これ、漬け汁タイプになっておりまして、これにつけて食べるということなんですね。まあ、サラダとはいえ、こういうふうに、まあ、フェットチーネのようなちょっと平たい麺があるんですね。さて、それでは早速いただきます。ドメリコートといえば佐々木さん。あ、冷静ですね。ちょっとね、酸味が結構ある感じで、これは美味しい。あ、トマトというと、まあ、ちょっとさらっとしてるのかなと思うけど、意外とコクもありますね。これはグッドですよ。はい、そして長崎、これ組み合わせですね。組み合わせとしてありなのかなという心配がちょっとあるんですが、いかがでしょうか。結構きましたね。うん、あり。あ、トマトが混ざるとこういうね、酸味が加わっていいですね。ちょっとお酢に近いような酸味があるんですかね。ありがとうございます。それでは続いての対決に参りましょう。続いてはこちら、特選素材。さあ、果たしてどのような素材が飛び出るんでしょうか。続いては九州参りましょう。はい、出ましたよ、お肉です。九州といえばこのお肉。さあ、果たしてお味はどういうのか。こちらです、デパートの大人気イベント、グルメ満載の北海道展に異変なんですね。今日から銀座で始まったイベントなんですが、なんと九州の物産展と同じスペースで同時開催ということなんです。まさに北と南グルメ対決です。ここでさらに気になるものを見つけてしまった。加熱することで甘みが増すという今注目のトマト、シシリアンルージュをつけだれに、北海道十勝産の食材にこだわった十勝帯広枝豆サラダ麺と、同じくシシリアンルージュを使ったスープに新鮮なホタテやエビをあしらった長崎とっておきトマトの太麺サラうどん。トマトがちゃんとあるんですよね。うん、美味しい美味しい。酸味がすごく美味しい。ほんのりトマトの味がすごい爽やかですね。どんどん食べられますね。次々と耐えられる飯村アナ、果てしなく繰り出される南北の絶品グルメに、まだまだ箸は止まる気配がない。この開店に合わせてお客様が続々とこの催し会場に集まってきています。銀座松屋で昨日から始まった北と南のうまいものを食べ比べる物産展、初日から行列ができるほどの大反響。さあ、開店してからもうたくさんのお客さんでにぎわっているんですが、この物産展には戦略があるんです。そして会場の至る所にあるこの看板、実はこの看板に最大の戦略が隠されているんです。今回のね、ゼリーでしょ、トマト、冷凍、パスタ、8種類から9種類入れてますね。それは限定のオリジナル商品の開発。通常の物産展の場合、百貨店側が各地方に出向いて商品を集めるのが主流。しかし今回の物産展では商品を集めるほかに、事前に百貨店側が特定の食材を用意し、販売者側に新商品を開発してもらうというもの。そのため通常の物産展の2倍の1年半の準備期間がかかっているんです。売上高はですね、こういった限定品の販売やオリジナル商品の開発などによって売上が 1.8 倍増えているんです。昨日の1日だけでいつも行っている物産展よりも売上が多いということなんです。そうですよね。またこういった商品の開発もやはり効果があったんではないかということなんです。松屋銀座が提案、今女性大注目の特選野菜で作るオリジナル料理バトルが勃発。北海道大九州、勝つのはど
今週水曜日から松屋銀座で開かれている開店85周年記念イベント銀座の北海道、今回北海道と九州から松屋銀座に集結した店は59、商品は2000種類でどれも名品揃い。最近百貨店ではさまざまな物産展が開かれているが、その狙いとは。他のデパートとよりも何かスペシャルなもの、特別なものをご提供するっていうのが地下にはない新しい魅力があるはずですし、その辺で物産展との必要だと思います。この物産展の目玉は特選食材を使った各店のオリジナルメニュー。北海道と九州の名店がお披露目する新しい味とは。シアンルージュというトマトのとっても美味しい品種を使いましたもので、シシリアンルージュとは、トマトの本場イタリアのシチリア島で作られた新しいトマト。加熱調理することで普通のトマトよりも旨味成分は3倍、お肌の味方リコピンはなんと8倍にもなるという。そう、女性注目のシシリアンルージュで女性客の拡大を狙うのだ。抜群の旨味と濃い味が特徴のシシリアンルージュで北海道と九州の名店は一体どんな新しいオリジナルメニューを作り出したのか。まずは北海道から見てみよう。創業111年の歴史を誇る帯広の北海道ホテルが作ったのは十勝帯広枝豆サラダ麺。つけだれにシシリアンルージュを使い、女性に優しいヘルシーで爽やかな夏向きのサラダ麺に仕上がった。すごく深いコクがありますね。ものすごくトマトの味がするんですけど、ちょっとこうピリ辛というかスパイシーな感じもするんですよ。これは面白い。帯広その他のメニューも売れ行き好調。初日は店全体で150食が出た。これに対するは長崎の中華街の名店、同じく弁でトマト料理に挑む。松屋銀座で北海道と九州のグルメが火花を散らす熱き戦い。北海道の田辺に対するは九州の名店だ。長崎の中華街を代表する人気店の三浦マサノブシェフ。長崎といえばちゃんぽんだが、20年にわたりちゃんぽんに命を懸ける男がトマトをどう調理するのか。トマトに合う、スープに合う、あんかけに合う、そういうのを探すのが一番難しくて、やっぱり従来の味を残したかったんで、それにその中にトマトの酸味だったりさっぱりした感だったり、そういうのを出したかったので、それが難しかった。女性好みの味になっていると思うんですけど、ね、はい、鶏ガラベースのスープ、そしてシシリアンルージュのピューレと湯引きしたものが16種類の具と絡み合うオリジナルちゃんぽんが完成。その名もとっておきトマトの太麺サラうどん、1050円で1日50食限定。あとこの野菜の旨み、魚介の旨みがすごい出てるんですけど、トマトが入ってることによってこの旨みだけじゃなくてコクも出てる。特選素材シシリアンルージュで顧客拡大を狙う松屋銀座オリジナルメニュー。あ、ちの中からの確認まんじゅうも351円で、あれだけたっぷり食べれるんだったらいいですよね。この最後のなんかトマト入ってるのがいいよね。あ、やっぱそう、食べたんでしょ。食べました。どれも本当に美味しかったいいな。ですから今日は用意せずにぜひ皆さんにお出かけしたいですよ。冷たい。そして今日はスキルをご覧の皆さん10名様にシシリアンルージュのゼリーをプレゼントいたします。これがまた本当に美味しいんですよね。応募方法は後ほどお知らせします。